皆さん、こんにちは。市川猿之助さんが自宅で倒れ、救急搬送された後、現在は回復しているという報道がありました。自身が主役を務める歌舞伎公演の最中での出来事であったため、市川猿之助さんの役は代役を立てて公演が行われ、無事千秋楽を迎えました。一部ファンの間では、市川猿之助さんの舞台が今後、見られなくなるのではないかと心配する声もあります。今回は、市川猿之助さんの復帰についていろいろ報道されているので見ていきたいと思います。市川猿之助の復帰はいつなのか、半年後に戻る可能性はあるのか、そもそもそんなにすんなりと復帰することが可能なのか、さまざま報道されており、何も進展していない状況の中、どれが真実なのかさえ分かっていません。ただ、一つ言えるのは、今回の騒動を受け、市川猿之助さんへの厳しい声がある一方で、市川猿之助さんの熱いファンが多くいることも明らかになりました。これまで、スーパー歌舞伎を演出して、仙台よりさらに進化させ、歌舞伎の裾野を広げたことでも知られている市川猿之助さん。巷で噂されている通り、本当に復帰時期は半年後の可能性があるのでしょうか。まず、過去に不祥事を起こした歌舞伎役者が復帰するまでの期間を見ていきましょう。ケース1、市川海老蔵さんの場合、起こした不祥事とは、2010年11月に西麻布のバーで関東連合元リーダーの石本太一さんとトラブルになり、用心棒の男から暴行を受け、全治2ヶ月の大怪我を負って入院しました。市川海老蔵さんが灰皿にテキーラを入れて石本太一さんに飲ませようとしたり、髪を引っ張ったりしたとの情報もあり、市川海老蔵が喧嘩を売ったとの見方が濃厚でした。問題を起こしたことによって、市川海老蔵さんが契約していた CM3 社とは契約打ち切り、降板しています。その後、2011年7月2日、新橋演舞場、7月大歌舞伎で復帰しています。自粛期間は約7ヶ月でした。市川海老蔵さんは、現在 CM 出演されていて、メディアでも復活されています。ケース2、香川照之さんの場合、起こした不祥事は、2019年7月に銀座のホステスが香川照之さんから性加害を受け、PTSD を発症したと訴えられました。被害に遭ったホステスは下着を取られ、服の中に手を入れられる、髪を引っ張られるといった行為を受けたといいます。香川照之さんは、TBS の朝の報道番組、ザ・タイムの生放送で訴訟内容を事実として認めて謝罪しています。その後、同番組を降板。6本の CM 打ち切り、降板と相なりました。その後、2022年12月6日、歌舞伎座、12月大歌舞伎で復帰しています。自粛期間は2022年8月26日から2022年12月6日の約3ヶ月となっています。2023年現在も香川照之さんはメディアでは復活されていません。くしくも市川猿之助さんに近い人たちの不祥事を例に取り上げましたが、は歌舞伎の舞台に戻る可能性はあるのでしょうか。市川海老蔵さんも香川照之さんも不祥事を起こした後で歌舞伎の舞台に復帰しています。唯一無二の存在である歌舞伎役者として、市川猿之助さんが復帰する可能性はあるのでしょうか。復帰する理由の一つ目として、脚本を書ける人がいないからというものがあります。演出も主演もできて脚本まで書けるのは梨園では市川猿之助さんだけと言われています。市川猿翁さんも脚本までは書きませんでした。昨今はワンピース歌舞伎で主役を務めるなど歌舞伎人気を支えてきました。市川猿之助さんは宙吊りの記録更新やスーパー歌舞伎を取り入れるなど新たな戦略を打ち出して歌舞伎の魅力を発信していました。そんな市川猿之助さんの代わりになれる人はいないので、復帰する可能性が高いのではないかとささやかれています。復帰する理由の2つ目として、後輩を育てる人がいないからというものがあります。市川猿之助さんがこのまま表舞台から身を引くことになったとしたらどうなるのでしょうか。可愛がられていた後輩連中は、裏方でもいいから猿之助さんを歌舞伎界に復帰させてほしいという嘆願書を集めて松竹に提出しようと話し合っていると、ある歌舞伎関係者は語ります。今回
市川猿之助さんのセクハラ報道が出ていましたが、その一方で後輩への配慮があったとも言われています。実際に歌舞伎の後輩から復帰させてほしいと嘆願書が出るほどですから、歌舞伎界にとってはこのまま身を引くには惜しい存在なのでしょう。復帰する理由の3つ目として、罪に問われないからというものがあります。両親が自殺し、それを悲しんだ市川猿之助さんが後追い自殺を図ったということになれば、罪に問われない可能性もあります。今回の騒動は、市川猿之助さんの父親が認知症で、母親の介護疲れが発端という報道も一部で出ています。介護疲れが理由であるならば、生き残った市川猿之助さんに対して罪がかぶせられることはないかもしれません。むしろ残された生命を歌舞伎役者として全うしてほしいと願う人も少なくないのではないでしょうか。ただ今ここが一番の争点になっています。果たして真実はどうなのか、慎重に進めなくてはならない部分です。そういった慎重に慎重を重ねる捜査が続けば、もしかすれば半年などという短期間で復帰できない可能性は十分考えられるでしょう。そんな中、市川猿之助さんの行動と事務所声明に食い違いが生じているといいます。そこに捜査当局が関心寄せる2つのポイントが存在します。市川猿之助さんの救急搬送事件から29日で11日が経ちました。依然として謎は多く、捜査当局は多角的に調べていますが、関心を寄せているポイントがあるといいます。一つは、市川猿之助さんが当日の公演を休むと伝えていますが、所属事務所の女性マネージャーは明治座に同行する予定だったとのことです。そして重要証拠になる向精神薬のパッケージの行方の2点だとしています。市川猿之助さんは同月15日に自身のハラスメント疑惑について女性セブンから直撃取材を受け、激しく動揺した。家庭では父で歌舞伎俳優の市川段四郎さんは闘病中で、母の信子さんは市川段四郎さんの介護疲れがあったとされた。発売中の週刊文春によると、市川猿之助さんは女性セブンの報道を悲観して、同誌が発売される18日午前0時、東京目黒区の自宅で大量の睡眠導入剤を取り出した。自身がかねて処方されていたものだった。両親はそれを摂取して意識を失った。市川猿之助は両親が動かなくなったのを見届けた後、夜中のうちに薬物のパッケージを自宅近くのゴミ置き場に捨てた。同日午前7時には松竹に電話し、東京明治座で公演中だった歌舞伎の舞台を体調不良を理由に休むと話してすぐに切った。その後睡眠導入剤を摂取した。ここまでが分かっていることと概ねの流れです。離縁関係者の間ではすぐ猿之助さんが休演すると伝わった。猿之助さんに何があったかわからなかったけど、急いで代演を立てなければいけなくなりましたと関係者は述べています。市川猿之助さんの女性マネジャーと関係が深かった俳優 M の2人が市川猿之助さんの自宅を訪れ、同日午前10時15分に119番通報し、3分後の同18分には警察に転送されています。捜査当局が関心を寄せているポイントの一つが、市川猿之助さんの行動と所属事務所の声明に見られる微妙な食い違いだといいます。市川猿之助さんの所属事務所は同月23日声明を発表しました。女性セブンで18日にハラスメント疑惑を報じられることを受け、マスコミが市川猿之助さんの自宅に駆けつけて、近隣住民に迷惑がかからないようにするため、女性マネジャーは自宅明治座までの移動に同行する予定でおりましたとしています。市川猿之助さんは松竹に休演の意思を伝えた一方で、事務所側は市川猿之助さんがマネージャー同伴で明治座に行く予定だったと発表しています。この食い違いは一体どういうことなのでしょうか。ただ単に事務所には本人もしくは松竹から公演を休むというのが伝わっていなかったということなのでしょうか。市川猿之助さんが休演を伝えた午前7時から女性マネージャーから119番通報があった10時までの空白の3時間は焦点の一つだとしています。もう一つのポイントが薬物のパッケージの行方です。薬物のパッケージは重要証拠になり得ますが、
市川猿之助さんの自宅エリアで事件当日18日は可燃ごみの日で、捜査当局が物を押収できたかは明らかにしていません。ただ当局は近隣住民に聞き込み、防犯カメラの映像提供を受け、市川猿之助さんの当日の行動を調べているそうです。当局はどこまで真実に迫れるのでしょうか。命を取り留めた市川猿之助さんの証言だけが頼りですが、一方で全てを額面通り信じることができないというのが悩ましいところで、証拠と裏付けていかなくてはいけません。つまり膨大な時間がかかることが予想されます。現場からは2種類の遺書が見つかり、それらはいずれも男性マネジャーに宛てられていました。スータのハラスメントを重ねてきた梨園の大物から、格も厚い寵愛を受けていたこの男性は一体何者なのでしょうか。当の男性は現在44歳で、ある俳優であることは分かっていますが、ここでは M として話を進めます。梨園関係者によれば、市川猿之助さんのマネージャー兼運転手を務めているといい、その一方で俳優としても活動していました。市川猿之助さんが主催する演劇プロジェクト猿之助と愉快な仲間たちの公演にも出演するなど、文字通りの側近でした。70代半ばになる M の父親も俳優で、やはり市川猿之助さんとは近しく、現在も明治座の市川猿之助奮闘歌舞伎で共演しています。若い頃は学園ものの青春ドラマに出演し、また歌手として紅白歌合戦にも出場歴があります。事件が報じられた18日の午後、神奈川県横浜市にある M の実家を訪ねると、母親が応対し、息子宛ての遺書があることは今初めて聞きましたと、しばし絶句した後、動揺を隠せずに言いました。息子が猿之助さんの付き人になって3年が経ちます。始めた当時は喜んでいました。そこから舞台のお仕事でご一緒するようになったのですが、と述べています。澤瀉屋の事情を知る関係者によれば、 M が猿之助の現在のお相手であることは知られています。付き人であるにもかかわらず、人目もはばからず師匠と口喧嘩をするものだから、スタッフは嫌でも事情を飲み込んでしまうのです、と述べています。続けて、 M が抜擢される前、猿之助には別のお相手がいました。主に歌舞伎座に出入りしている大道具さんでしたが、その人は用済みとばかりに乗り換えられてしまったのです、と語っています。いかがだったでしょうか。今回は市川猿之助さんの復帰について考察してきました。未だ事件の全容が見えていません。時間だけが刻々と過ぎています。しかし慎重な捜査を進めなくてはならないので、仕方がないのでしょう。そして連絡の取れていない M さんの行方も心配です。今後も一日一日新たな情報が追加されていくと思われます。一刻も早い解決が待たれるところです。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。